行こう。はい、さよなら。行こう行こう。いいね。え？あ、出た、カップスターだ。誰だ？なんで隠れた？え？見つかったよ。そんなこうやったってダメだろ。本番中の今くつろぎの。ええ。ふりかけを。ふりかけを作ってた。これ？振り付けを教えてもらってました。確認。ああ、確認。今教えてもらってるの？何のとこのどの部分？何もできずにそばにいるっていうか。ああ、ああ、全部。あ、なんでそれの振り付けは一個も覚えてないの？なんかポジションで違うわけ。合わせなきゃいけないところを確認させてもらってました。あ、そういうことね。頼もしすぎる。いや、あ、そうなんだ。そんなさ、ギリギリでそんなことしてんだ。199曲あるんで、ね、いや、そうそういうことよね。やべえ、199曲を全部振り付けが。そうか、頑張ります。頑張れよ。なあ、間違えたら許さないからな。今ドキッとしたよ。よっしゃ。あ、白石。おお、白石。白石、今この帰りから。白石、ダメだっての。なんで今コンノさん。今コンノさん。今コンノさん。なんでそれを言うんだ。なんで言うんだ。一緒に来てたわけじゃないでしょ。失礼しよう。トイレ来たんで。今日から参戦でしょ。今日から参戦。今日から三日目からです。そうなん。そうか。そういう人もいる。そうかそうか。ね、うん、どう？え、めっちゃ不安です。不安？なんで？なんで？なんかあんまりリハもしっかりできなかったので。ああ、そうなの。ああ、そう、はい。だからちょっと間違えそうですね。これ今日一番最初の衣装？なんだこれ。ソリプロの研究生じゃないんだよ。いい加減にしろよ。おはようございます。違います。まさかだよね。これからよね。これからよね。一人だけださ。もうご飯食べた。あ、ひつまぶし。あ、やっぱみんなそう。ひつまぶし食べて。ね、松田蓬莱軒さん。ね。そうなんですよ。いっぱいありましたね。あ、何？ここは何してんの？何してんの？おい、何してんだ？いや、もう登場が若すぎるんだろ。何してんだ？何なんだよ。何してんの？テレビ愛知さんからじゃないか。あら、あららら。テレビ愛知さん。あらら。ね、なんでこれ貼ってくれて。あ、そうか、テレビ愛知さんだ。ああ、ほんとだ、ありがとうございます。ちょっといい、これペン。やめろ。やめろ。犯人。え、どんどん進んでいくけど、まだいいの？左に。あ、何？どうした？どうした？向井だ。どうした？なんだ？あの、どうしたんだ？2年前仙台で。うん、どうした？泣いてんじゃん。全然喋れなかったから、うん、今日挽回しに来たんですけど、うん、何も喋ることなくて。じゃあ来ないでくれよ。いちごさんと持ってきました。いや、ありがとな。で、なんで泣いてんのよ。どうしたって、ライブ前なんだから。どういうことだよ。2年前が悔しかったんだけど、喋れない。でも。